今日ホームページの最近気になる紹介をしてありますね。引っ越し粒子の発見とペタバイトスケールデータ処理 A ステージから行きました。今日は紹介言ってください。ホームページ紹介、これできるかな。いいですね。エッグソリューシデータ処理データのとか、エッグソリューシの発見とペタバイトスケール処理、坂本博です。データと発見というですね。エッグソリューシの発見。ジュネーブ、2012年7月4日、ジュネーブ郊外にある欧州合同原子研究所セルにおいて、ヒッグス粒子と呼ばれる新塩粒子の発見が報告された。ヒッグ粒子は現代の素粒子物理学の標準理論で予想されながら未発見であった最後の粒子で、さまざまな素粒子の質を与える仕組みから生じると考えられている。報告したのは大型ハドロン衝突加速器 LHC の2つの実験グループ、アトラスと CMS である。2010年実験を開始し、2012年に6月まで蓄積された5ペタバイト、ペタは10の15乗に及ぶ実験データの解析から新粒子の兆候を引き出した。当日ラルフ・コイヤー氏は挨拶の中で、新粒子に発見至ったのは3つの基本要素が全面的に機能したからだと述べた。その3つの基本要素とは、加速器、測定器、それにグリッドコンピューティングである。過去の素粒子物理学実験ではコンピューティング、解析用計算機は測定器の一部のように扱われてきた。LHC の実験ではもはやコンピューティングが加速器、測定器と対等独立な構成要素として設計、構築、運用されなければならないほど処理すべきデータ量が増大した。ではグリッドコンピューティングでは何だか、一言で言うと世界中に分散した計算資源、CPU、演算装置、ディスク、記憶装置、なんとかであるって。こっちは、これです。データだっけ。約 27km の円型のトンネル内に設置された陽子の塊、バンチを、右回り、左回りにそれぞれ7テラエレクトロンボルト、テラ電子ボルトまで加速することを目指す。2010年11月には 3.5 テラエレクトロンボルト、2012年には4テラエレクトロンボルトまで加速している。一つのバンチは10の11個の陽子からなり、加速キリング中にはそれぞれの方向に1380個のバンチが詰め込まれ、リング上に4箇所に用意された衝突点で衝突を繰り返す。バンチ同士の交差は25ナノ秒に一度発生する。4つの衝突点には、14衝突を対象にしたアリス測定器、B クォーク物理を対象とした LHCB 測定器、そして最高のエネルギーでの陽子陽子衝突を広く観測する汎用測定器であるアトラスの CM 測定器が置かれている。概要がありますね。これセルンですね。セルンキャンパス周辺の航空写真、赤い円で LHC 測定器の位置で、地下約100メートルに離れたトンネル内に設置されている。円周は約 27km、 遠方にジュネーム市街、レマン湖、さらに奥にアルプスが見える。写真帳提供セルン、電子やガンマ線のエネルギーを測定する。坂本博です。
先生は東京大学総量子物理国際センター教授です。エネルギーを測定する電磁カロリメーター、さらにその外側にハドロンのエネルギーを測定するハドロンカロリメーターが置かれる。透過力が強くカロリメーターをすり抜けて出ていくミュー粒子を検出するためミューオンスペクトロメーターが最外装。データ処理の観点から見ていくと、実験データはこれらのセンサーの情報に集まりにくい。なるセンサーのチャンネル数は全体で1億近くになる。このうち信号が誘起されたチャンネルの情報だけが読み出される。陽子バンチ同士の交差は27ナノ秒前に起こるが、ビーム強度が高いために陽子同士の衝突は同時に複数箇所で発生する。多い時にはその数は20を超え、これらの衝突データを全て記録することはできないので、物理的に、興味深いものを電子回路とオンラインコンピューターにより選択する。最終的には平均で400辞書秒の速度でデータ記録された。1辞書のデータサイズは何とかであります。アトラス。アトラス測定器が捉えたヒグス粒子が4つのミュー粒子に崩壊したと思われる辞書。ミュー粒子です。これぶつけて、これはミュー粒子に崩壊してます。赤線がそれぞれミュー粒子や飛跡を表している。これ赤線です。こうやってここでバーッとミュー粒子が参考文献にあるサンプルが提示されているの興味がそれが算数。図5にその探索結果を表す。質量の126ギガエレクトロンボルトパーシーの高速の二乗の付近で綺麗なピークが見えている。 C は高速です、E イコール C2。信号の事象は縦数を見て分かるように数十個程度である。この結果は2010年から2012年まで蓄積された12億事象の解析から得られたものである。2012年7月4日から報告されたデータは2012年6月半ばまで取得されたものである。数億事象の解析がわずか2週間程度で行われたことになる。これがグリッドコンピューティングの威力である。 LHC コンピューティンググリッド。各も迅速な解析が可能になったのはグリッドコンピューティング技術のおかげである。先にも述べたが、グリッド技術とは広域ネットワークで接続された計算資源を統一的に管理するものである。その主要な構成要素は次のようなものである。150に及ぶサイトのそれぞれに個別にログインするのは現実的ではない。まずシングルサイオンを可能にする認証システムを通してユーザーをログインする。最初に一度代理暗号鍵が使われた。その鍵を使って世界中に分散した計算資源にアクセス。グリッド認証システム。データはグリッド上に配置される。通常同じファイルを複数コピーするレプリカと呼ばれるやつけど、ファイル名を加えるとそのレプリカがなると。WLCG のファイル転送モニター、Google Earth を使って実装される。この瞬間に世界中で 5.77GB の転送が行われている。アジア地区のサイト、東京、北京、台北、韓国なんとかにもファイルが送られている。またこの瞬間世界中で実行されている。ジョブ数は19万5000ほどであることが分かる。最初にリアルタイムで WWC の報告されている。トータルプロダクトで倍で日によってのジョブ数。アトラスは2010年1年間を通して実行されたプロダクションジョブ。実験グループが系統的に行うデータ再構やモンテカルロシミュレーションの再構成やモンテカルロシミュレーション実行履歴、1日あたり多い日で40万ジョブが実行され、実行効率ジョブが正常に応用する達している。プロダクションジョブの数はそのジョブはここには含まれないという。データ発見。東京大学素粒子国際センターに設置されたアトラス実験データ解析センターシステム、約1万個の CPU、7ペタドルのディスク容量を持ちます。10ギガビットパーセカンドの帯域で米国や欧州とつながれている。資源の一部は世界中の研究者に提供され、残りは日本の共同研究者が占有できる。年間を通して 98% 以上の稼働率を誇る。日本の共同研究者が専用して解析を行える。
国立情報学研究所が提供する広域ネットワーク、サイネット4は米国西海岸と東海岸までそれぞれ10ビットパーセックの帯域を持ち、今年2013年からさらに欧州学術ネットワーク G&G&にワシントンに直結する10ギガビットセックのサービスを開始した。パワーが入っています。これらのおかげで東大解析センターはジョブ処理数が世界で10位以内に入るなど世界でも有数な成績を誇っている。最近クラウドコンピューティングという言葉をよくするのですが、それとの関係を見てみよう。クラウドは計算資源をネットワークの向こうに置き、ユーザーはそこで走るサービスを利用する。リクエストをクラウドに送り、結果をダウンロードするというスタイルは、上手としたグリッド機能とに出る。それにアクセスする方が一般的に難しい。それぞれによって一部の研究者がデータを阻害されることがあってはならない。LHC コンピューティンググリッドはそれに対する一つの答えであるといえる。素粒子物理学の次期加速プロジェクトである、高エネルギー加速器機構のベル2実験やエネルギーフロンティアを目指す国際リニアコライダー ILC でもグリッド解析網が採用されることになると思われる。グリッド技術を使って世界中の研究者が平等にデータにアクセスする。そのスキームは学術の広い分野と基礎のなりうる。LHC のデータ。ということですね。